南富良野最後の朝です。ここで子供たちはバスに乗って学校へ行きます。お見送りします。ちゃんとありがとうの言葉を最後葵からお願いします。スーパーありがとうございます。はい、ありがとうございました。楽しかったね、いろいろ。それだけかーい。じゃあはい、みんなとハグをして、青さん。やったぜー、ひなさん、ぎゅー。しんちょうさん、しんちょうさん。イエーイ、いぶき。やったねー。あかねも。はい、すくちゃんと。ほら、ありがとうございました。いや、まあ、お世話だったながら。やったねー。よし、いぶき。これで俺だ。またおな。はい、またね、またね。いってらっしゃい。ありがとうね。はい、ひなた、またな。遊びに来るからな。ありがとうございます。ひなた。ちっちゃい。全体特に最高の1週間ありがとうございました。はい、葵さん、ホームステイどうでしたか？1週間寂しいのお前。そりゃそうだな。俺今度冬休み行って、うん、おいでおいでおいで、我が家のホームステイおいで、みんなおいで。本当に悪いとこばっかり連れていくから。バスがやってまいりました。一番乗り、バイバイ、またねー、シーアー、バイバイバイ、またねー、バイバイ。いいね、寂しいやお。寂しいね、青い。楽しかったね。ジベタ、バイバイ。最後までお前のこと食えなかったのが心残りだよ。今度来た時食うかな。バイバイ。本当ありがとうございました。はい、まあ、ありがとう。いや、本当お世話になりました。最高の夏休みだった、青いとって、ね、うん。いい経験になるわけか。最高の経験。うん。はい、また楽しみ。またねー。じゃあ、くんちゃん。お大事に。あんただよ。よし、最後にバイク体験。あ、前に乗る、後ろに乗る。またがってみ。またがって。よいしょ。右に回す。ちょっとだけ、もうカチッと。ここのボタンを押して。おい、エンジン、始動。レッツゴー！いってらっしゃい！小鳥さん、今、私たちがいるのは、カリカチ峠。この辺ですね、今、いるのはね。こっから、テカテン、テカテン、テカテカテン、テン、テン、テカテン、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 知らぬか。ここでサーフィンをする予定です。このまま、チクチン、チクチン、チクチクチン、チン、チン、チクチン、チン。もうちょっとこの辺かな？ラオスの先、知床のエンドブロード、道路の最後のとこまで向かってみたいと思います。今回も大変お世話になりました、ヤイちゃん。またね。はい、ありがとう。ありがとう、ヤイちゃん。ヤイちゃん。ほんとよ。お世話になりました。たくさんごちそうさまでした。今日のホームステージにまで。それでは。お世話になりました。またねー。バイバイ。バイ、川の子。まだいます。まだいます。また来るよー。ありがとう。バイ。バイ。ないなと思ってない。本当だね。スペシャルスイーツがあるよ。やったー。
やっかまって外してまたね。ではまた遊びに来ます。ありがとうございました。はい、最高の夏休みありがとう。それでは、静香ありがとう。ありがとうね。さあ、ここから、本当の私たちの旅がスタートです。準備はいいかね。アイアンキャプテン、よーし。ではいいか。すごい、大草原。さあ、やってまいりました。毎度恒例、高速道路、ハウマッチタイムでございます。一体、ハウマッチなんだ。3,980円。高えよ。さあ、ショロですね、ショロ。ショロで降りまして、こっから、シラヌカに向かって下道で行くんですけども、途端に不安になるような山道になりましたけども。北海道、でっかい道。なんと、野生の鶴、初めて見ました。野生の鶴なんてなかなか見ることないよ。ないない。夫婦かな、これ。ね、夫婦だね、つがいよ。鶴に続いて、ドサンコです。見てください、あの筋肉隆々の馬。最高にかっこいい。さあ、海へやってまいりました。いやー、久々に信号で止まります。で、赤信号で止まるのは、4日ぶりです。さあ、やってまいりました。刺し牛。残念。もう、風ビュービュー。ポイントは行くの？やってまいりましたよ、皆さん。3年前、全くサーフィンができずに退散した、このポイント。見てください。無料、波ありまーす。さあ、じゃあ波はあるのでしょうか。ぐっちゃぐっちゃやないかーい。コンディションは非常に悪い。え、前回もこんな感じだったよ。そうだったっけね。ちょっとね、ベンチまで用意してあります。素敵です。相変わらずいい場所。しかし今回も断念か。残念。ドライブインポポ。こんな味のあるドライブイン、池さん大好きです。行ってみましょう。こんにちは。4人です。おごとれそうですか。いえ。あ、じゃあおごとれしてるんですよ。あ、そうなの。すいません。地元の人だけなの。え、そうです。じゃん、気を取り直して、濃い濃い缶。3年ぶり。窓際の席ですね。いいですね。青何にしたの。あー、豚の味噌ラーメン。俺もスパカツ行こうかな。じゃこじゃん、スパカツ。いただきます。おいしい。豚カツ。牛まだぜ。完食、ごちそうさまでした。目指す先は標津なのでね、約69キロあります。安全運転っていうか、もう飽きた。同じ景色。まっすぐやー、まっすぐやー、まっすぐやー。3時間走ってようやく町らしきところにやってまいりました。中標別町の福原スーパー。夜ご飯の買い出し行きます。さて、さらに北に向かいますが、もうすっかり時刻は4時50分。正直に言うと、もうかなり運転飽きてますが、ここから今日の
知床最東北間ここまで約2時間あります。まだ2時間もドライブするとこよ。でっかい道北海道やってまいりました。根室海峡です。やっと海岸線に出てまいりました。私の大好きな海岸線。まあ寂れた街ですね。これまた何これ、廃墟になったお城発見。わーわー、すげえガラスバンバン割れてる。うわー、多分ビーバップで喧嘩が起こったところじゃないでしょうか。やっと池さんの大好きなコーストラインやってまいりました。やっぱり海沿いに来るとワクワクします。ただいま知床半島の一番端っこ、道路の最終地点まで向かって走っています。こんな感じです。あ、知床の山じゃない、あれ。あ、そうか。うん、知床の首根っこのところに差し掛かってきました。まだまだ道のり長いよ。いやーおー、ザ・知床。あー、これが知床のさ、半島の先っちょの方だ。見えてきました。まだまだあの先へ向かう予定です。遠いな。家の前に鹿がいる。ガソリンスタンドを出て隣のお宅に行ったら鹿がいる。嘘。あ、行かないで、バイバイ。嘘。何？ジュンの番屋。番屋ってあれだ、働いたところ。ジュンの番屋あれだ。気軽に行けないよ。道の駅だ。道の駅。車中泊、うん、ではこっからあと24キロです。ラオス、これがラオスの街並みです。さあ、知床の先っちょ、熊の入った家を通り過ぎたというですね。そこでまた妻が熊を見たと、虚言を。違う、いやマジで今回本当に熊だって。こういう形の岩、落第岩、今俺が来てる。さあ、見えてまいりました。あの辺でしょうか、僕たちが今目指しているところは。知床の突端に近づくにつれてだんだんジャングルな雰囲気が、南じゃないんだけどね、北なんだけどね、うん、やっぱりちょっとワイルドな感じになる。さあ、いよいよ国立公園ゾーンに入りました。ねえ、なんかね、あー、これだ。あー、止まってるよ。あ、キャンピングカーが、ほら、これ、相止まり温泉。まあいいや、明日来よう。ここだ。はい、ここです、今日の宿泊場所。到着しました。車が2台ぐらいいる。そして今日泊まるのはこちらです。あー、ここだったら広々だね。そうだね。はい、到着です。チゲラ、知床半島の一番エンドブロードですね、道路の最後のところまでやってまいりました。よし、準備しましょう。よし、ベッドメイキングします。あ、ベッドメイキングじゃねえ、テーブルメイキング。よし、はい、テーブル完成。無事知床の一番端っこ到着。乾杯。乾杯。乾杯。うまい、知床ビール。今夜は知床ナイト。今水道閉じてる。どう、美味しい？あ、タイムリープ持ってくるかな。え？まだ寒いから。
よし、葵が切ってあげるよ。あ、じゃあお人参の皮を剥いて。一回洗わなきゃ。山。ありがとう。え、そんなに青い？Hello guys, my name is Rian. Welcome to my debut. さあ、今夜は豚しゃぶだ。白菜の芯から。芯とは小鳥さん、硬い部分。そうですね、行きましょう。鍋スタート。おっと、米も炊き上がったぞ。これ2つぐらいずつ。ここに置く。しゃぶしゃぶして。中がちょっと焼けてない。で、野菜も取っちゃって。中焼けてない。野菜いっぱい取って、いっぱいあるから。野菜取ってる。これいいよ、誰かの肉。熱。よし、いただきます。やっぱまずは肉からね。知床にいるのに海鮮を食わずに豚しゃぶを食う。なぜなら遅すぎて海鮮市場が閉まってたからです。うん、うまいね。父ちゃん、この細くったごちそうさん。スイーツは青も肉食べる。いらない。やばー。車内でしゃぶしゃぶパーティーです。 Are you OK?ごちそうさまでした。さあ、シアターナイトです。今夜はドラえもんを見ます。よろしいか。よろしい。はーい。え、今回出来すぎ出てるよ、やばくね。じゃん。